それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。前回は計算機上における数の表現ということで、あと整数ですとか浮動小数といった数を紹介いたしました。で、今回はですね、それに引き続いた内容で、その多精度整数の表記と加算という説について説明したいと思います。テキストを持っている人は15ページから説明がありますので、そちらも合わせて参考にしてください。で、まずテキストではですね、多精度整数という呼び方をしておりまして、これは多分マルティプレシジョンインテジャーという英語をそのまま直訳したものと思いますけれども、日本語でこの分野では多倍調整数もしくは多倍調演算という言葉が一般的ですので、今後はこの授業では多倍調という言葉をよく使いますので注意してください。であと、今日とあと今後のこの授業においては、整数ですとか有理数などの数の演算は正確に行うということを前提に話を進めます。ということで、前回ですね、その1ワード、計算機の1ワード内での整数の演算について、2の歩数を使った負の整数などの表現なども扱いましたけれども、じゃあ今日はですね、その続きで、じゃあ1ワードに収まりきれないような大きな数の演算をどうやるかっていう話をしていきます。皆さん、想像していただければ分かると思うんですが、1ワードで計算できる対象の数であればいいんですけれども、中にはいろいろな計算をしようと思うと、その計算機の1ワードに収まらないような大きな数を扱う必要があるわけですね。国家予算ぐらいでしたら1ワードで収まるかもしれませんが、皆さんの日々の家計も1ワードぐらいで収まるかもしれませんが、他にもいろいろな数を扱う必要がある場合があります。で、それでどう扱えばいいかっていうのは、まずその基本的なアイデアをちょっと紹介しますので、ここにこういう電卓を用意しました。これは僕の家で実際に使っている電卓なんですけれども、皆さんもよく見かけるような標準的な電卓で、有効数字がだいたい10進8桁ですね。で、電卓は普通小数点も扱えますが、ここでは一応整数だけを扱うという前提で話を進めたいと思います。で、じゃあ、1ワードに収まりきれない大きな数の演算をどのように行うかということで、じゃあ、こういう電卓をですね、同じものを何個でも使えるとしたら、皆さんどうしますかっていう話なんですね。で、皆さんだったら多分、パッと思いつくのは、必要な桁数の数だけ、その電卓を並べて使いましょうというわけです。で、例えば、40桁ぐらいの数を扱う必要があるとしたら、これ有効精度8桁、桁数8桁の電卓ですから、この8桁の電卓を5個並べてですね、で、下から順番に、8桁ずつこう桁を割り振っていけばいいと思われるわけです。で、あとはそうすれば、それぞれの桁を表す電卓にですね、それぞれの桁を打ち込んでいって、で計算すればよいということで、計算できるでしょう。で、この際に一つ注意しなければならないのは、繰り上がり繰り下がりですね。例えば一番下の8桁のところで足し算をしたときに、そこでこう繰り上がりが起こった場合には、その繰り上がった数というのを、下から2番目の次の電卓に加える必要があります。それに気をつけていれば、多分こうやって電卓を並べれば40桁でも計算はできると言えるでしょう。で、逆に、我々が普段ですね、その十進でやってる筆算がありますよね。あれも考えてみると、こういうことをやってると思えるわけです。で、その時に、この一個一個の電卓は何に対応するかっていうと、その十進一桁ずつの足し算ですね。だから、この電卓は十進8桁を一度に扱いますけれども、我々の筆算の場合には、これを十進一桁の電卓がこう並んでいるものと思って、で、計算していると。で、例えば、1の位で足し算を行って繰り上がりが生じた場合には、それを10の位に加えるといったようなことを我々日々、小学校の時から習ってやっているわけです。ですので、こういうその多倍調の演算の考え方っていうのは、実は私たちは
すでにもう身につけて普段実践していたのに、ちょっと気づかなかっただけとも言えるかもしれません。ということでアイデアとしては非常に単純なわけですね。で、次にですね、じゃあこれをその例えば計算機上でどう実現するかと。でさっきはその電卓を5個なら5個並べてやりましたけれども、コンピューターでしたらそれをわざわざ電卓を5個持ってこなくてもコンピューター1個でできるわけです。ただその代わり、その電卓を5個並べたでいろいろやる計算をする操作っていうのをプログラムで書く必要があります。で、あともう一つはその前にですね、その電卓5個並べた状態っていうのをそのプログラムの中でそのどう表現するかっていうことが必要なわけですね。そうするとまず、この例えば非不整数の多倍長演算をやろうと思ったら、その多倍長の数のデータのをどのようにしてその計算機で表現するかっていうことを考えることがまず一つ目必要 で、次にそのデータを計算機上で表現したら、じゃあそれに対してどういう手順で演算を行えばよいかと。でこれをアルゴリズムといいますけれども、それを考える必要があります。ということで今日の授業ではこの非不整数の多倍長演算について、そのデータの表現とそれから演算の手順の2つに分けて話を進めていきたいと思います。いいでしょうか。でまずデータの表現なんですけれども、数学の授業なのでいくつか最初に記号を導入しますけれども、最初に A というのを表す数値としましょう。この A というのが非常に大きな整数 で、これをその多倍長の整数で表したいということにします。でそれから、この K というのをこの A を表すワード数ですねとします。今計算機でワードという単位で扱うということを前からも言ってますので、じゃあこの A、 実際にその A を表すのに必要なワード数をここでは K と置きます。でそうしますと、その A をですね表すのに必要なワードっていうのはちょうど K ワード必要ですから、この K ワードに名前をつけておきます。A の0から出発して、で A の K マイナス1でですね、で計算機の扱う数学の場合、しばしばこのインデックスは0から始まりますので、最初はちょっと慣れないかもしれませんが、慣れてください。ということで、A の0から A の K マイナス1というのを、A を表すワードとします。でじゃあそのデータの表現ですね、実際にどう表現するかっていうことなんですけれども、A の0から A の K マイナス1をその A を表すワードとしたんですが、じゃあ実際にこの A の0から A の K マイナス1をどのように使うかというと、先ほど電卓を並べたものに対応して考えてください。A の0を一番下の桁ですね。で以下 A の1234と大きい桁を表すことにしていって、A の K マイナス1が一番大きな桁を表すワードというふうに置きます。で、こうした場合にその、じゃあ A というのが具体的にその A の I っていうワードと、どういう関係にして表すかっていうのは、表したのはこちらの式なんですけれども、一応ここでは N というのが1ワードの大きさとしました、ビット数としました。すなわち、A の0から A の K マイナス1というのはそれぞれ N ビットの数だとします。そうすると、そのそれぞれのワードで表すことのできる一番大きな数が2の、N 乗マイナス1ですね。から0から2の N 乗マイナス1までの2の n 乗この数を扱うことができますので、これを順番につないでいけばよいということになります。で、ちなみにその私たちが普段使っている十進数っていうのはどういうこのシグマの和の式ではどういうふうに表されているかというと、この AI の部分が例えば皮膚の整数であれば AI の部分が0から9までの一桁の十進の整数で、でかけるその2のべきになっているところは我々の普段使っている数ですと10の何乗というようなべきになっているわけですね。でこうやってその多倍長数を表すんですけれども、これを
このテキストでは以後こちら下の方にありますようにこの A0 から A の K-1 を、大括弧でくくったこういうその記号の列ですね。そしてこの多倍長数を表記します。で、一つ注意していただきたいのはこの実際のその桁の並びとそれから表記した場合のそのワードの並びが逆になっているということに注意してください。実際の桁の表記並びではその A0 が一番小さな数を表す桁になっていますがこの大括弧を使ったリストの表記では A0 が一番最初に表されるということに注意してください。ここまでいいでしょうか。で、これをそのメモリに格納するわけですね。で、まあ、A0 から A の K-1 っていうのはそれぞれ1ワードずつの数でしたので、まあ、メモリの1ワードずつ下から順番に積み上げていけばいいんですけれどもここでもう一つ注意するのはですね一応このテキストの記法ではこの定義ではこの多倍長数 A をメモリに格納する際に一番最初のワードに A の長さですねこの A の長さ K を格納しておくということに注意してください。例えば今ですね10ワードのワード数を使ってある A という表現する場合ですねその10ワードの A をメモリに格納する場合には一番先頭のワードにそのワードの多倍長数 A の長さを表す10という値を格納しておくと。でその後、まあ、A0 から A の9までのワードを順番にメモリに格納すると。まあ、そういうやり方で、まず、この多倍長数をメモリに格納することにします。ここまでいいでしょうか。そこでですね、じゃあ、A、ある数ですね、ある数 A が与えられたときに、じゃあ、それをその二進表記、今の形でこの二進表記してメモリに格納するのに、何ワード必要かということを一応ここで見積もっておきましょう。でまず最初に、A をその A、まあ、A が例えば10進でも何でもいいですけど、これをこう2進表記したときに必要なビット帳を出しますと、これがですね、この記号なんですけれど、まず LG っていうのが、このテキストの最初の記号表にありますように、2を定とする対数となっておりますので、注意してください。ここから先はその多分ほとんどこの LG をログというログとして扱うので、まあ、ログと言いますけれどもこのログですね LG のログで、A プラス1のそのログの値の、まあ、その両端の記号ですねこれシーリングと言いまして前も出てきましたけれどもこれこのログ A プラス1以上の最小の整数ですね。こういう形でその A を二進表記した時のビット帳が表せます。でちなみに、なぜこうなのかっていうのはちょっと各自で考えてみてください。A が与えられた時に A を二進数で表すと何ビット必要かっていうのは一応これがこうなるんですけれども、まあ、その理由はちゃんとあります。で多分皆さん考えれば出てくると思います。で、まずその A を表すのに二進表記するときに必要なビット数がですね、ビット数が分かったとして、で今扱うのはワード単位でその物事を考えますから、じゃあ、何ビットで A を表すとしたら、今度は実は何ワードになるかということも次に確認します。でここではその1ワードが n ビットだったとして計算しますと、まあ、A を二進表記するのに必要なワード数というのはここにありますように、ログの A プラス1を、まあ、n で割った数の、シーリングの値ですね、となります。で以後これをですねこの len A というふうに書いて A の長さというふうに言います。もう一度確認この len A の定義を確認しますと、この A、整数 A をですね、
その多倍調整として必要、表すときに必要なワードの長さもしくは数というふうに定義します。ここまででいいでしょうか。そうすると、ここまででそのとりあえず A を表すその数をこうしまっておくためのワード数が出ましたが、先ほどこちらで指摘しましたようにメモリにこの A の数を格納するときにはこの A の長さも1ワード分取りますということを言いましたので、ここにありますようにこの A の長さですね、 A の長さの値を格納する1ワード分のメモリを取っておきますということで、最終的にはこのスライドの一番下にありますようにこの A を二進表記するときに必要なワード数というのは len A プラス1ワードということになります。ここまでいいでしょうか。